見つかった遺体の身元は地元の中学校南第三中学校に通う佐々木英介15歳。被害者の遺体の頭には笑顔が描かれた紙袋がかぶせられていた。その異様な様子が18年前に起きた未解決の連続少女殺人事件、さらには都市伝説エミオと酷似していた。歩みの調査によると、佐々木英介はごく普通の家庭環境で、家族仲は良好、本人や家族に何らトラブルもなかったという。鎌田警部、お疲れ様です。おお、君か。昨日。いえ、お忙しいと思いますか。もちろんじゃな。はい。いかがですか。ふん、残念ながら新しい情報。なんじゃ。鎌田警部から話。その紙袋が、よく知った。どれくらい古い、いつ頃のものなのかは。今回の山はな、いつ頃。名前とか口調とか、今これでも、あの紙袋が取れば18年前の情報を伏せたり。いつ頃。18年前の事件だ。ああ、わしは。そうだったんです。当時紙袋の情報を公開しなかったのは、下手に世間を刺激しすぎて。世間を刺激。捜査に支障。なんじゃ。なんじゃ。名前とか。今回の山、今回君にも見せたじゃろ。あんなもん見たら真似。とはいえ18。恥ずかし、恥ずかしついでに。お願いし。3件の連続殺人事件のもう一人の犠牲者も出して、実はここで、ある一人の、久世誠、その少年の名前じゃ。久世。久世。そのまさか久世君の6歳年上のお兄さんなんじゃよ。当時まだ14。彼もまた同一犯の犠牲になったの。わしら警察はそりゃもう。幸いにもその後紙袋、それ以来今現在も他の3件の事件、
ぜか久世誠の失踪を境に連続少女殺人事件は鳴りを潜めたんじゃよ。もっともなぜ、ああ行く当時事件の関係者だと見られていた男がおった。最初の事件と同時期さよ。つまり連続少女殺人、いずれも事件とは無関係だとは。その行方不明の、行方不明の男と連続殺人事件の最初の犠、よく二人で会っとった。じゃが最初の犠牲、その男のアパートの部屋に、それもあって男は同時に、その男は未だ行く連続少女殺人事件と楽すねえ、すまんの。なんせ例の紙袋が使われた連続少女、今必死になって保管庫の奥から知る。いや、かなり。18年前の事件では、一人は部屋に多量の血痕を、そしてもう一人は、その久世誠さんを噛んだ経緯は、おさ、久世君のことは、彼女、しかしまあ、自他ともに厳しく。ただ、ただ、久世君は少々、常に張り詰めて自分、お兄さんの失踪がわしにはよう。久世君はさ、常に全力で仕事に。佐々木英介の事件と18年前の事件の犯人は、そりゃあその可能性は否定できる。模倣犯による犯行という線も考慮すべきじゃろう。当時紙袋に関する情報公開、過去の事件は10代の少女ばかり。もう一点、18、殺害方法。おお、連続殺人事件はすでによる。とはいえ殺害方法というものはその時犯人の加齢等でも変化するもんじゃから、同一犯ではないという判断。なるほど。アレルギー体質ということは、そして紙袋の家が、そういえば鎌田警部はエミオのことを知っているのかな。ところでエミオ、微笑みのエミに男と書いてエミオなんですが、泣いている女の子の前に現れ永遠の笑顔をあげると言って声をかけた相手を 殺された被害者はエミオ。なんとそんなと、でも紙袋のことは報道規制していたんですよね。さよ、警察。しかし第一発見者からうわ、どこかです。あるいはこの都市伝説を、うっと、もう僕もそろそろ、あ、そうだ、昨日はあまり何か聞きそびれ、
8年前。僕そろそろおいとましようと思うんですが。そう、うん、そういえば、ええ、そうです。久世君はいつも彼女の相棒の上原君、変わった男じゃ。あ、つぼし。しかしああ見えて髪、頭も切れるし。かん、神原刑事だ。図星だったじゃろ。鎌田警部のほか、今かも。今回の18年、君も見たじゃ。じゃが正反対、神原君、いつもああ見えて神原君。いや何、ちょっと久世。鎌田警部。ああ、すまんすまん。神原君の射撃の腕が、拳銃の携帯を禁止してくれた。時間だ。神原刑事。いつも一緒に行動しとるものからする。さて。神原。話は一通り聞けたか。鎌田警部、今日は。おお、また。はい。そういえば、え、僕ですか。19ということは、はい。初めて触れるか。その君のような新しい。わかりました。うん。はい。ところで、あ、今。まだ封鎖の、ただし久世君にはない。この奥に鎌田警部の許可ももらったし、よし。ポンプ場だ。朝早くに通りかかった人が相当驚いても。注意書きが貼られている。茂みに変わったと踏みつけられていたり、佐々木くんのこんな寂しい場所で。手がかりになりそう。何年前。ここはたまたま通り、聞く相手がいない。寂しい場所だ。人がた、この中ってどうなって。よし、裏に回っ、裏からポンプ場を見てもこの施設は反対側からも、うん、ここで行き止まりじゃない。通報者は近道しようとしてここを通りかかったのかな。
他には特に気になるところはないな。それにしても物陰からエミオがこちらの様子を見ている。そんな気。一体何者がここで佐々木英介君を。ここにはもう手が。バスに乗って。え、1時間。参ったな。駅まで歩いた方。よう探偵くん、お仕事。上原刑事。ど、なんか探偵的な視点でないとは。いえ、そっか。バスが来るまで1時間。僕は今からし、うん、ねえ、捜査の方は。いやー、なかなかす、あ、もちろん何か。何か。探偵君。あ、はい。髪切った。え、あれ、あ、違う。今かけるのはやめて。なんだこれ様子。そのお菓子。ところで、はい、これは駅まで。要請要請。そうですよね。できればね。気づいたことっていうか。今かけるのはやめておく。僕に声をかけた神原刑事。僕、バス。聞く相手が。1時間に1本の上、最終バスの時間も早い。ここでさ、結局バスが来るのを待つほかない。神原刑事。なんちゃって。乗せてくれたっていいじゃないですか。なんで本人の前じゃて呼ぶ。そうだ、タクシーを呼べばいいんだ。104で番号を知ら。冴えてるな僕ったら。先生。あ、バッテリーが残りわずか。そういえば、
いざという時のために温存。神原刑事は言っちゃったし。そういえば、変わった男じゃよ。しかし、ああ見えて、頭も切れるし、奴はしょっちゅう久世君に怒られたる。じゃがの、正反対なものといつも張り詰めとる久世君は、その神原君とコンビになって、周囲。あそこまで言うってこと、鎌田警部も、強。神原君の射撃の拳銃の携帯を禁止して、いつも一緒に行動しとるものから。きっと、久世刑事と神原刑事は、神原刑事、愛情の裏返しなんて考えてみる。時間に流しのタクシーなんてめ。ここで座っても1時間に1本。いざという時のために困ったな。バスを待つしかないのか。でも僕はこんなことじゃくじけない。タクシーを呼ぶ方法。よし、タクシー。僕の不思議な、まず目を閉じる、そしてひたすら念じる。今までも何度か成功している。例えば、お、早速近づいてくる車の音がかすかに聞こえ出したぞ。来てます来てます、探偵パワーです。ここで一層強く念じる。入れよ僕の。え、本当に来ちゃった。どうぞ。のは、まあとにかく。ああ、はい。僕を乗せて大丈夫だったんですか？予約者でしたよね。ん？あなたを。え？運転手さんに話。僕を。国道沿いのバス停に少年が待っ。あなたが呼んだんじゃな。じゃあ。誰か。じゃあ、神原刑事。ところでお客。はい。お客さんを拾ったあの辺りで。え、運転手さん。詳しくは知らないんで。よくご存知ですね。仲間内じゃ何でも。かわいそうに。そうですね。いやな、あんな人が寄りつかで、お客さんね、あいや、なわけやないで。私、あのあたりはだから、ちょっとあんまり。この道を。運転手さんは、あ、ええ、実は。現場横の国道を車で通りかかった人が何か。この運転手さん、一昨日の夜。何か。ええ、何か。とりあえず、そう、なんか
オートバイ？間違いありません。かなり大型の、まあでも、きっとあれですよ。あれとは？おしっこ、タチションです。運転手さん、とりあえず事件当日の夜にちょっと気になるな。でもオートバイじゃ佐々木君を別の場所で殺害し現場まで運ぶの、そもそも現場には佐々木君の自転車があったんだから、佐々木君はやはり佐々木君はポンプ場で殺害さ、オートバイの持ち主は、亡くなっている佐々木、いや、そう、あの辺りは夜は真っ暗になるそうだし、たまたま通りかかり、あんな奥まったところで横たわる、それに第一発見者は早朝にあそこを通りかかった人だ。結局、運転手さん、お客さんはなんでまた高校生？実は僕、街で起きた不思議、探偵だっていうことを言いそびれて。へえ。一昨日の夜のこと。そうですね。その顔、私の。ん？はい。今日会社からあそこで少年が待っ、タクシーって乗せちゃう。この世のものじゃないものをですよ。の、あの場所って男の子が殺された場所でしょ。あなたを迎えに行くのが夜だったとしたらプロ失格です。あなたが好きそうな話か。さあ、そろそろ。あ、はい。やあ、今が新作のドナ、行こうぜ、ドナクエ。ここが佐々木くんが通っていた。ん？僕も行くって。僕、ごめんなさい。
ねえ、どうしちゃったの？僕、物知りだって言ったけど、女の人にでも男のお姉さん、それから佐々木さんのこと中学生でも死んじゃうんだなって思う。僕も急に死んじゃう。私こそごめんなさい。違う。なんだよお前、早く来い。ちゃんとついてこいよ。あ、ドナクエやろ。お兄さん誰？すごくかわいい。あー、わー、こいつ、違う。中学生って、女、あの子たちに声を。こんにちは。私、え、あ、そう、聞き込み。何でも話す。私とここ、じゃあ3年生なの？昨日の調理、佐々木くんが、はい、明るい性格で成績も良くて、どうして？辛いこと聞いえ、3年生の間でも下級生はね。それは私、っていうか探偵ねえ、かっ、佐々木くん、はい、その通り。そんな佐々木くんの、はい、彼女たち、佐々木くんと、とそうですね、誰かな。もしかすると森本さん、同じ学級委員ではあるのですが、ねえ、考えてみれば右の子、ちょっと気、あなたも探偵のお姉さん。あ、っていうか森本、いや、こうなったら森本、こうなったら森本さん、鶴竹町立南で、
は私ん佐々木くんのお友達噂はい。でも変にお姉さんの役にぜひ聞かせて。はい。いやーめっお姉さんすみません。そうなのね森本。ところでなん噂ちょっと声確かにあの噂話うん友達そんいや知ってるん噂っていや何でも話します。ずいぶん張りから推理なんかしちゃう。わかるんですか？いや、実は佐々木くんと一番仲の良かったケンジくんという男の子が佐々木くんと森本さんを取り合って。え？私は滝口くん？うん。あちゃー、あの二人、お姉さんすみません。そう。あ、いけない。やば。探偵のお姉さん。うん。急ぐ。お役に立てて。頑張ってください。おーい、お前たち、ポンプ場には、しかし。うわ。バサッチ。はい。ちゃんとは。福山。立花。そうとも。やっぱり立花ん久しぶりだ福山先生はい何ついに薙刀先輩の名先輩こそ実は俺そうだったね佐々木のことで来たんだ佐々木エース痛ましい俺は犯人が憎い我が南第三中学校さっきの生徒たちも協力はいそうかそこまで佐々木くんはそうか佐々木くんの弟そうだ森本めんあとなるほど他の生徒たちのそれはもちろんありがとうございますすまない、立花何でも事件についてだから俺は佐々木の佐々木が他のクラスだとして事件解決のために学校ここで学校ではそう我々教師たち俺はいつもつまり学校とは森本めぐみそうだ滝口彼も俺のクラスその子もさそうだったのか彼もひどく心を痛佐々木のことではThank you.
自分のクラスの生徒。学校とは森独特な。そういえば彼女、そう、橘。はい。俺は生徒を守ることもだが、佐々木のような痛ましいこの命すら。福山先輩って。そうか、無念。今は先輩、福山先生か。でも森本めぐみさんのことを聞いた時の、おっと、すまない立花、臨時の。ありがとうございます。いやいや、当然。とんでもない。ただ私は先輩にお願いでき。そうだな。ありがとうございます。じゃあな、立花。生徒たちと話して思ったけど、修学、福山先輩も大変だろう。そろそろ事務所にも。あれ、もう帰ってるかな。立花、連絡先を教えてくれよ。俺、校内。先輩、何か情報が。本当ですか。こちらこそだ、立花。俺は。はい。じゃあ、近い。はい。気をつけて帰。ただいま戻りました。お帰りなさい。私も今帰ったとこ。二人ともお疲れ。18年前の事件で紙袋の情報。異様な手口による。そう。最初の被害者と接触があった男性。加害者とも考えられるが。それと佐々木くんの事件当時停車中のオートバイが目撃されていたようです。オートバイ。そういえば、あ、ところで先生、18年前の連続事件の最中に。久世誠。ん？実は誠さんが失踪。当時連続少女殺人事件にかかりきりだった鎌さん。彼の失踪も。なるほど。彼は夜になっても帰ってこない妹の純子さんを。え、純子さんは一人でひどく怯えている。怯えていた。気になった僕は一切口を開く。それ以降訪ねてい、うん、そして昨日18年。僕からは以上。あゆみちゃんの調査結果を聞こうか。あゆみちゃん。私は佐々木くんが。そこで聞き込みを。佐々木くんは明るく、最近も特に変わった様子もない。その佐々木くん、森本めぐみさん、その二人の生徒の福山という先生なんですが、うん、お、佐々木くんの担任ではないんですけど、できるだけ調査に協力。それはラッキーで。うん。じゃあ今日分かったことをもとに今回の調査でも。Thank you.
18年前の連続少女久世刑事のお兄さん久世。連続少女殺人事件。あなたの言う通りに何も分かっていない。ただ誠さんの失踪を機に連続今回の事件と この二つの事件。ああ君の言う通りだ。ただ違った視点が、その通りだ。あくまでも一つの仮説にとどめるべきだとは思うがね。さすがだな。すべて的確な推理だよ。推理してる時のあなた、かっこよかったわよ。私も負けてられないわね。さて、今後の調査についてだが、久世誠さんの失踪が何らか。わかりました。あゆみちゃんは引き続き南第三中学。先生はどうぞ。僕はエミオという都市伝説もしばらく帰ってこら。先生はやっぱりまい。いや、それにしてもあゆみちゃん。うん、そうなの。福山。先輩の高校の男子。あ、そうそう、何か分かったら教えてもらえ。そりゃうん、そうなの。いや、別そう